どうもー、ペラチーム会でございます。どうもー、いらっしゃって、ありがとうございます。ということで本日は、素晴らしいゲストの方と共に、エモクロ TRPG 大悪党地獄からさんとケース63やってまいります。本日は、よろしくお願いいたします。よいしょー、よいしょー、よいしょー、ということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日は完全はじめましてのトドさんに来ていただきました。バリ緊張しております、私。毎日もね。いや、もうですよね。ですよね。本当にね。お互い初対面ですからね。はい。よろしくお願いします。ということで。よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、いつも通りのちょっと、うちの枠の説明等々をやってから、その後自己紹介パートに移っていこうと思いますので、ちょっとお待ちください。あ、そう、トトさん、今回、うち初おいでませだから、ちょっと貼っておこう。こんな感じのスライドをね、配信上でやってるんですよね。ということで、エモクロア TRPG とは、オリジナルのキャラクターを作成し、演技やダイスを通して物語を進めていく対話型ゲームでございます。キャラクターの行動の成功あるいは失敗の判定をダイスの成功数とルールブックを参考に確定いたします。エモクロ TRPG の世界には我々の日常に潜む怪異と呼ばれる者たちがおります。プレイヤーも怪異もお互いに共鳴感情を有しており、互いに共鳴し合ってこの物語は進んでいきます。共鳴が最大値を超えると逸脱という現象が発生し、まあ、シナリオによりますが基本ロストします。ご注意ください。はい、はい、では続いてのスライドも一応ちょっと貼っておこう。よいしょよいしょよいしょ、ちょっとリスナーみんなちょっと待ってね。これは完全に俺のちょっと準備不足である。視聴者の皆様へ注意点でございます。コメント欄読めません。我々は過去の人間ですというか録画です。ですが、まあ、トラブルに気づく以前にね、いっぱいコメントもらえると普通に嬉しいんで、いっぱいコメントください。ネタバレは絶対禁止、冗談抜きで。タワークやったセッションをコメント欄で話題にするのはバッドマナーです。あしからず。これ、どういう意味かと言いますと、まあ、〇〇さんの時はこういう攻略法だったよね、とか、ナイナイさんの時はこんな風な展開だったよな、とか、まあ、比べたい、比較したい気持ちはわかるんですけれども、まあ、今はね、今回はね、トトさんのセッションに、トトさんのロールプレイに集中していただければというふうに思っております。よろしくお願いします。そして当セッションで生じてしまったトラブルは、私は一切責任を負えません。ご注意ください。そして続いてです。これはもうそのまま言っちゃいます。視聴者の皆様へ TRPG 配信の感想およびファンアートのハッシュタグがあります。ハッシュタグ向かいたく追走にてセッション直後の感想やあの名シーンのファンアートかななど、私向かいが数的ですので、ぜひともよろしくお願いします。と、まあ長々と語らせていただきました。どうもプラチナ向かいでございます。どうもおきさってありがとうございます。声で明らかな元人外、男を目指すタスクリ。今回の国主にして、コラケンをし、ディーラー。本日は大悪党ジョカラちゃんと第63回目。今回は完全初めましての方とご挨拶でございます。まあ、こんなね、エルダーの雰囲気の方とはね、マジで TRPG 以外でもご一緒したことないので、本当に緊張してるんですけれども、まあ、お眼鏡にかなうロールプレイができるようね、腕を存分に振るわさせていただきたいと思います。さあ、いざ行かんスカイツリー。いざ幕開けよう、我々の大悪劇を。本日はどうぞよろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。イエーイということで、改めまして本日のゲストの自己紹介に移ってまいりましょう。ということで、トトさん、まずはご自身の自己紹介をどうぞ。はーい、バーチャル四重人のおじいちゃん、獅子のトトじゃよ。面白い配信を心がけ、日々ネタがないか模索しておる。TRPG が大好きでいろんなシナリオを遊んできたが、まだまだ初心者じゃ。楽しんでいこうと思うから、よろしくの。はい、よろしくお願いします。ということで、裏も含めたら3回目でありますけれども、本当にエルダーな方に来られて本当にびっくりでございますね。はい、私の方から誘っておいてあれなんですけどもね、あ、本当にエルダーな方だと思ってね、びっくりしております、本当に。はい、ということで、今のがエルダーって言われ方気に入りました。はい、年配の方とか言うとすげえなんかちょっと失礼な言い方になるなと思ったので、エルダーだとなんかちょっとかっこいいからいいなと思ったのでね、ちょっと年配の方で使わせてもらいます。あ、そうですね、もうエルダーも使っちゃってください、使っちゃってください。エルダーな感じでございますね。はい、ちなみに意味はね、一応年老いてるだけじゃない、古代って意味があったりするんで間違えられないよね。はいはいはい、かっこいいですね。はい、ということで、そんなトトさんに今回来ていただきました。 TRPG は結構、まあ、経験はあるようで、僕らも結構ちょくちょくやっていらっしゃるようでね、なんで今回も継続キャラクターを連れてきて、連れてきていただきました。ということで、早速本日のあなたが連れてきてくださったキャラクターの紹介をお願いいたしましょう。ということで、どうぞ。はい、
名前はライオントト、生物遺伝子研究者でですね、獣人への憧れから研究者になります。それなりの、そうですね、研究者で地位を確立しておりですね、獣人化を自身で成功させ、その功績を認められてます。まあ、テレビとかでもですね、出ております。性格は飽和がしており、おちゃらけているため、まあそこそこ人気が高い感じのですね、人です。獣人化により身体能力、嗅覚、聴覚が高いです。自身の研究をですね、盗まれないように隠匿するのがうまいですね。以上です。はい、ということでライオントトさんでございます。まあ、ご自身の、ね、ちょっとね、別立ち絵の方をちょっと今回使ってくださいというふうに私の方でお願いしちゃってね、こんな感じにさせていただきましたけれども、はいはい、年齢66歳。はい、多分ムカデタク大悪党史上最高齢ですね多分、違うかな、いや多分そうだと思う、多分あっても40、50とかじゃなかったね、までな、66は初だと思うな、多分一番最高齢だと思うな。なるほど、はい、エルダーですね。ベストエルダーですねモーストエルダー、ベストエルダーですねはい、で、ステータスはこんな感じでございます。身体5、器用2、精神3、五感5、知力6、魅力2、社会2、運勢6、共鳴感情、表、希望、理想、裏、優越感、欲望、ルーツ、本能、欲望でございます。で、技能が観察眼レベル2の7、聞き耳レベル2の7、聞き察知レベル2の8、専門知識、生物学レベル2の8といったところが、まあ、特筆すべき点ですかね。まあ、それ以外にも結構いろいろまんべんなくとっております。で、今回のキャラクターはあれなんですよね、さよならエデンの継続キャラクターなんですよね。そうですね、はい、今度私もちょっと行く予定、だいぶ後に行く予定なんですけれども、まあ、今回ね、一応継続キャラということでありますが、ちょっと申し訳ないですけれども、まあ、私含めてちょっと知らない方も多いと思いますので、さよならエデン等々のネタバレはないようによろしくお願いします。もちろんじゃ。ちなみにこのさよならエデンの回は配信でやられたんですか？いやいやいや、もう結構前に。あ、裏か、残念もし配信でったら普通に宣伝しとこうと思ったんだけどね。あ、なるほどなるほど、まあ、そういうわけではありませんが、まあぜひね、どんな感じの物語なのか楽しみにしていきましょう。ということで、本日はこちらのメンツでエモクラ TRPG 大悪党ジオクラ残党 KS63 やってまいります。本日は改めましてよろしくお願いいたします。こちらこそよろしく。はい、ということで、改めまして、はっきり言ってもう、いつでも開始しようと思えば開始できてしまう状況なんでございますけれども、問題ありませんか？大丈夫です。わかりました。それでは本日のセッション始めてまいりたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。はい、ということでさらっと始めていきましたが、某月某日、季節は、はっきり言って自由です。まあ今日みたいな感じで、まあ秋ぐらいにしておきましょうかね。はい、ですが時刻と場所は決めさせていただきます。時刻は午後7時、そして場所は、日本東京都某所にありますは日本のランドマーク東京スカイツリーでございます。あなたはとある理由で夜の東京スカイツリーに一人で足を踏み入れてもらう必要があるんですが、どういった理由にしましょうかね。観光ですかね。はい、ということで、まあ、あとは観光で、向かうわけになるんですけれども、はい、これごめんなさい、裏で言った内容を全く同じことを繰り返したんですけれども、変装はまあしないね。なのでもう このもう本当にこの画面上にあるこの状態のままね、東京スカイツリーに向かうわけですね。はい、まあ、きっと周りの人間はなんかモフモフの人いるとか子供が言ったり、あれなんかあの人テレビで見たようなみたいな感じのことあったり、まあ、あるいは何も知らないニュース見ないやつはコスプレかって思うかもしれませんね。はい、そうですね、そうですね、まあ、あとは獣人研究の、まあ、第一人者でございますからね。せっかくには獣人化ですね。はい、はい、ということで、そんな風に、まあ、あなたが東京スカイツリーに観光でそのまま登っていき、あなたは地上から高さ350m の位置にある展望台にたどり着きます。まあガラス窓の眼下を見下ろしてみれば、そこには美しい日本の夜景が広がっている。まあ自然的に作られたものではないですが、人間の文明によって形作られた理路整然とした美しい夜景が広がっていることでしょう。あなたはこういった景色を見て、あるいは東京スカイツリー内部を見て何か独り言をつぶやいたりするんでしょうか。ということで、ここでご自由にロールプレイの方をどうぞ。はいはい。おお、ここがスカイツリーか。いやー、眺め最高じゃな。初めて来た。
みんなが小さく見えるね。お、あっちには何があるのかな。お、じゃあ何があるのかなっていうふうに言ってくれたんで、そうだな、なんかダイス振ります？せっかくだし、あ、じゃあ観察官とか振ってみます？いいですね、振ります。お、いいでしょう、振ってみましょうか。よいしょ、ダブル素晴らしい。ではそうですね、多分あの東京スカイツリー内部でしか買えないお土産とか売ってるタイプのお土産屋さんとかありますね。はいはいはい、多分あのキーホルダーとかいっぱいあってね、多分あの東京スカイツリーとなんかハレラクマとかヘカワとかなんかあのピー人形とか多分いろいろあるでしょうね、多分ね。お、やったー、これ買って帰ろう。まあ他にもお菓子の類とかいろいろあったりするでしょう。じゃああとはそんな風にね、まあ買い物とかもしたり、まあ観光もしたりしてというところで、そうですね、じゃあこれはちゃんと振ってもらいましょうかね。うん、聞き察知どうぞ。はいはい、聞き察知、よいしょ。おほおおおすげえ、すげえ、このミラクルちょっと後で使います。じゃあこれ、はいはい、ちょっとここで使うとややこしくなるので、ちょっと後で使います。忘れた、ごめんなさい。ということで、じゃあそうですね、あなたは、確信します。はいはいはい、ここにいるとまずい、ここにいてはならない、ここにいては危険だ。まああなたは今人間とは少し離れている、獣人化している存在ですからね、まあ、余計に獣の勘が働いたんでしょうか。何か危機が、恐ろしいものがこの東京スカイツリーに登ってきている、そんな予感をあなたは覚えるでしょう。まずい、何か嫌な予感がする。早くここから離れないと。はい、離れるには、そうですね、東京スカイツリーなんでエレベーターですね、エレベーターしか道ないですね。なるほど、エレベーターに乗ります。ではあなたはエレベーターの扉の前で立ち止まる。普段であれば気にならないはずのエレベーターの駆動音がやけに耳障りだ。ポーンと音を立ててガコリと開く。中から現れたのは大量の男たちだった。だがその姿は妙に異様だ。全員がまるでミリタリーのような服装をしており、全員が顔を表情を見えなくしており、何よりその両手には重火器が握られている。拳銃などというレベルではない、あれはサブマシンガンだ。そしてその銃口があなたを含めた観光客すべてに向けられるだけでなく、その中央から一人の男が現れる。白と黒の髪色をした明らかに異質な存在。その男はあなたのこめかみに拳銃を突きつけて高らかにこう叫ぶ。さあ今宵限りのショーの始まりだ。そしてあなたのこめかみに何か鈍い痛みが走ると同時に、あなたの意識は暗転した。ライオントトさん、はい、いやこの場合はプレイヤーのトトさんをお呼びしましょうか。お、ご自身のキャラクターをしまってください。はい、ありがとうございます。ではこれよりプロローグを始めます。私がタイトルコールをいたしますので、それまでミュートはしなくて結構です。お口チャックでよろしくお願いします。はい、それではわと君が見ている景色が一緒なんてことがあるのだろうか。真実が必ず一つだけ、なんてことがあるのだろうか。銃声で目を開ける。ここは東京スカイツリー展望台。なぜとか、どうしてとか、そんな疑問は後回しで大丈夫。あなたの意識は血と硝煙のただ中で覚醒した。さて、
気づいているだろうか。今あなたの顔は世界一有名な大悪党の顔をしている。エモクロ TRPG 大悪党地獄からさんと始めてまいります。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで、ジャンからのジャン、気がつくとあなたの目の前には惨劇が広がっておりました。ガラスか何かでしょうかね。近くの反射物に映り込んだあなたの姿は普段の自分とは大きく異なるものでございました。画面右下をご覧ください。じゃん、はい、大きく異なってはないかもしれませんね。なるほどね。はい、あなたはこのような、そうですね、あなた気づくんですけれども、まあ、服装がまず違うのと、そうですね、あ、これ聞くの忘れてたらちょっと失礼なんですけども、シジノさん多分お名前的にライオンですよね。そうですね、はい、あの狼ですね今のあなたは。なるほど、狼の、まあ、言ってしまえば獣人のような姿になってます。はい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 、はい、そしてあなたの右手には拳銃が、左手にはナイフが握られており、そしてその両手と口元は血で濡れていますね。突然の状況ながらもあなたはこの状況を徐々に認識し始めるでしょう。一体全体いかなる理由によるものか、あなたは今大悪党の姿になっている。共鳴判定が発生します。なるほど。強度6、上昇1、共鳴感情は狂気傷です。なお強度はこっちで変えてるのでそのまま振って大丈夫です。なお狂気傷なんで あなた関係ないので、うん、一番上どうぞ。通常です。はい、成功では、あなたは共鳴値が1上がってしまいます。こちらでやっておきます。はい、ではまあ、あなたはきっとあなたなりに動揺してしまったのでしょう。ではこの状況で、とてもとても心苦しいことを言うのですが、ご自由にロールプレイをどうぞ。何が起きてるんだこれは。一体全体どういうことだ。わし以外に住人というか、わしはやってない。じゃああなたはそうですね、わしはやってないと言った瞬間にですね、あなたの体というか、まあ、今のこのあなたの体がですね、突如シューッと煙を吐き始めまして、はいはい、すると見る見るうちに、まあ、反射物に映り込んだあなたの姿はこんな風になりますね。40代から50代ぐらいの男性になりますね。なるほど、はい、あなたの目の前で人間に戻っていくかのようになりましたね。こんな大変だったのに。ああ、獣人化研究を、獣人化するの大変だったのにって話ね。ああ、そっか、確かに大変だろうな、そりゃな。大変だろうな、そりゃな。はい、大変だったのに、あなたの目の前でいきなりシューッと元に戻ってしまいましたね。はい。ですが、当然ながらこの姿も元のあなたの姿とはもちろん別人です。はいはいはい。はい、では、この状況でですね、ふとあなたの頭の中に声が聞こえてきます。おやおやおや、これは一体全体どういうことかな。私の体が全く動かないし、なんか勝手にあたふたしてるように見えるんだが、誰だお前は。誰だお前は、あー、うーん、困ったな。うーん、誰だお前は。うーん、そうだな、うん、地獄ヶ原ザントと名乗っておこうか。この体の持ち主ってことか。ああ、そうなるね。あ、君は お主が頭を打ち抜いたじゃないか。あ、なるほど。じゃあそうですね、あなたはじゃあ思い出して気づくんですけど、あなたの頭に銃口を突きつけてきたやつは、はい、白と黒の髪色でしたし、あの若かったです。はいはい、青年ですね。なるほど。なので本当に誰ですね。はいはいはい、誰です、本当に誰。いや、君の名前のこと聞いて、ん、君記憶喪失か何かなのかい。いや、わからないよ。エレベーターの前で止まってたらいきなし撃たれたんだ。はあ、あー、なるほど。今回のテロの被害者か。
あ、じゃあなんだい、君は死んだから私の中に入ったのかい？怪異か、君は。死んだ？死んだのか。私に聞かれても困るんだがね。ちなみに当然ながら、私はこのテロの犯人でもないし、それに私は別に君に体を乗っ取らせたわけでもない、まあ、まず自分の体を相手に乗っ取らせるってことをする必要があるかい？いやいやいや、でもこの口今どうなんだろう、手とかに血ついてますかね。あ、はい、ついてますね、口元や手に。この血は何なんだ。ああ、それは、まあ、そうだね。うん、訂正しよう。テロはやっていない。だが、あの辺に転がってる死体の何個かは私がやった。こういうこと？こういう状況にのっとってそういうことをしたっていうこと？まあこの辺はちょっと説明がややこしくなってしまうし、まず君が信用に足る人間かどうかがまだわからないわけなんだが。こっちのセリフだよ。まあ確かにそれはそうかもしれないな。うん、確かに自称人殺しの体の中に入ったらそりゃそうだろう。まあ、私も、まあ、心中はお察しするよ。何とかならないのこれ。と言われても私がやったわけでもないしな。だがまあ私にも目的がある。だから悪いんだが君に構っている暇ないし、なんなら私も君には早く出て行ってほしいわけなんだが、だがどうやらそうも行かせてもらえないようだ。君改めて聞こう、名前は何て言うんだい。わしはトトと言うんだ。うん、じゃあトト、まあ、タトさんと呼ばせてもらおう。じゃあトトさん、悪いことは言わない、悪いことはないから今すぐ避けろ。お、避けますか。避けます。ではあなたが避けた瞬間、あなたがさっき前立っていた場所にダララと弾丸の雨が降り注ぎますね。危ない。はい、そしてあなたが一体何なんだと振り向きますと、貴様うちのボスをよくもと、さっきだったこんな連中があなたに銃口を向けてきますね。やめねえ。気づいていいです、さっきエレベーターからなだれ込んできた連中ですね、こいつら。お前ら許さんぞ。すごい、あ、じゃあ頭の中でザンとやってきますね。君、情緒不安定か何かかい君。そ、今一瞬怯えたと思ったら一瞬いきなりブチ切れたけど、君どういうこと、どうしたん、大丈夫か。思い出したんだ突然。もう思い出した、こいつらがやったんだ。ああ、そうだね、彼らはテロリストだからね。なるほど。うん、そうだね、うん、このままだと我々は蜂の巣にされてしまう。これは困る。うん、困るだろ。というわけだから、トトさん、うん、私の体を好きに使ってくれて構わない、ただし死んだりはしないでくれよ。その上でまあ彼らをボコすなり気絶されるなり何殺すなり、まあ、好きにやってくれたまえ。なるほど。あらごとは得意かい。まあこの元は獣人だからな。獣人？テレビで見たことないのか。はあ、わからないが、まあいいだろう。とりあえずじゃあそういうわけだから、私は今自分の体を扱えないから君によろしく頼むよ。なるほど、わかった。ではわかったと言ってくれたので戦闘開始でーす。ということで戦闘を開始していくんですが、その前にいくつか伝えることがあります。はい、一つ目、今あなたはどういうわけかこのおじさん、ジオクハラザントになっています。はいはい。ですので今後このキャラクターを自分の駒にして、このキャラクターのチャットパレットでダイスを振っていただきます。なるほど、了解です。でこのキャラクターのチャットパレット開いたら見てほしいんですが、はいはい、なんか上から4つ目共鳴の下になんか変なのありません？ありますね。はい、なんて書いてあります？ダイアクトーということで、情報タブをご覧ください。特殊技能ダイアクトーについて、今あなたはどういうわけかダイアクトーとなっている。いつもとは違う考え、いつもとは違う動き、いつもとは違うアクションを取ることができるでしょう。特殊技能ダイアクトー 3DM9 は、アクトーらしい行動であれば何に対しても振ることができる代替技能です。悪党らしいロールプレイ、提案、セリフを事前に行い、ディーラーから許可さえ出れば探索、戦闘、回避、交渉、治療、何でも使用できます。なるほど。はい、でしかも私が結構おもれと思ったら許可してくるんで、全然甘いですその辺は。
なるほどなるほど。そして 3DM9 なんでね、9割参加なんで、はい、人間の最大値ですね。人間が持てる技能の最大値です、はい。そして、まあこの説明があるのですが、ただしこれ事前に私に許可もらわないと使えないのでご注意ください。はいはいはい、はい、そしてもう一つなんですけれども、敵についてです。はいはい、はい、敵はこれ複数体で一つのエネミーなんで、複数回攻撃とかなんか一人ずつ倒すとかは気にしなくていいです。なるほど。はい、そして敵の HP は6です。はい、ちなみにこれなんで6かっていうと、今のあなたにとって大悪党にとっては人間一人、武装した人間一人の HP は 1.5 に相当するからです。はい、そして最後の説明です。トトさんって今パソコンで遊んでます？はい。じゃあ、じゃん、なんか左に追加されましたよね。お、されましたね。はい、これ、ちょっと一回減らして分かりやすくするんですが、なんて書いてありますか？ルームチャットご覧ください。なんて書いてあります？ルームチャットメインの方。おお、制限時間ということで、本シナリオ特殊ルール制限時間です。はい、これ先に言っておきます。リアルタイムではございません。はいはいはい。ただし何らかの条件によって減っていきます。これが減っていくと何が起こるかは秘密です。なるほど。ということでご注意ください。なお、本来であれば今回みたいにこの1減ってスタートする予定だったんですが、あなたはさっきミラクルを出したので、その分で1点回復した状態で開始します。なるほど。はい、すごくすごいのでね、ダブルクリティカルミラクルはすごいので、はい、そういう風にやっておきます。はい、ということで今度こそ戦闘開始です。なるほど。イニシアチブ順で行動していくんですが、敵が先に撃ってきます。ということで、まずは機動部隊からです。一斉射撃ダブル、うわ、ダブル出してきました。避けるのならばあなたの技能の場合、やっぱ危機察知ですかね。危機察知が振れます。はいはい、振りますどうぞ。では、あなたは、サブマシンガンが体にぶち当たって2ダメージのみ受けました。あれ、はい、体から弾丸がカランカランって落ちます。ちょっと痛いぐらいです。どういうことだ。まあ私の体は頑丈だからね。なるほど、それは助かる。まあとはいえ不死身というわけじゃないから頼んだよ。ちなみに目の前の特殊部隊は顔隠れてますけど、全員目に見えて恐怖してます。化け物めと言いながら、まあ、銃口まだ構えているという感じですね。なるほど。ではあなたのターンです。何で攻撃しますか？そうですね、やっぱりまあ一旦そうですね、ストレングスを使おう。あ、ストレングスはですね、実はこれダメージが上がる技能なので、あ、はい、ストレングスで攻撃はできないんですね。攻撃するならあなたの場合は格闘ですね。はい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 。その代わりストレングスがあるおかげで格闘で成功したら固定ダメージがプラス1つきます。あ、はいはいはい、じゃあ格闘でいきます。どうぞ。おお、えらでは、特殊部隊避けないので 1D3 プラス武器攻撃力肉体だから、プラス1で、さらにストレングスプラス1だから 1D3 プラス2をどうぞ。最低3、最大5いきます。うおお、最大値では、そうですね、一人残してボコボコにしたって感じですね、多分今これ。はい、じゃああなたはもう文字通り、獅子のようなもう俊敏な動きで、敵を制圧することができるでしょう。はい、残った一人はヒーッと言いながら、それでも銃火器を向けてくることでしょう。では敵のターンなので一斉射撃ダブルですね、変わらず。うわ、では回避どうぞ。避けます。どうぞ。はーい、おー、偉い。では今度こそ弾丸避けましたね、あなたは。まあ先ほどの獅子のような動きで今感覚を取り戻したんでしょうか、それともこの体に慣れてきたんでしょうか。弾丸を避けることができました。ではあなたのターンです、今度こそ。はい、そうね、まあ一人ぐらい残しておきたいところだけど撃ってくるかな。まあ格闘しようかな。格闘します。どうぞ。
よいしょ。偉いなぁ。では、もう確定で倒せるんですけど、一応 1D3 プラス2どうぞ。一応ね。はいはい。3。では、一応聞きます。殺しますか、それとも気絶だけにしますか。気絶だけにさせます。はい。では、どのようにあなたを攻撃しますかね。そうですね。まあ、後ろに回ってトンってやります。じゃあ、またシュッと言ってトンですね。はい。トンされた瞬間、はい、ガッと言って最後の、テロリストは意識を手放しました。戦闘終了です。おやおや、素晴らしいじゃないか。いい動きだったよ。一体何なんだ本当にあいつらは。テロリストとか言ってたけど、あーまあそうだね、テロリスト。うん、このなんて言うんだ、東京スカイツリーで何か悪さをしていたようだ。まあ、正確にはなんかボスをやったとか言ってなかった。さあどうだろうね。うーん、私には少なくとも聞こえなかったか。そうか、なんかボスをやった、よくもボスをって言ってたような気がするけど。ちなみに心理が振れます。なるほど、心理持ってるよ。はい、持ってますよ。振ります。どうぞ。はい、明らかに嘘ついてんなって気づきます。なるほど。まあ言いたくないことがあるということか。まあ先ほど言った通りだよ。まあ君が本当に信用に至るかどうかは分からない。いや、この場合違うな。信用がないのは当然だ。そうだな。うん、私の味方になるかどうか分からないからね。なるほど。うん、だが困ったね。結局のところ私がこうなってしまったのはあやつらのせいでもなさそうだ。トトさん。うん。取引をしようじゃないか。取引？うん。君は元の体に戻りたいだろ？君の言うその。俺はもちろん。うん。私も君に早く私の体から出て行ってほしい。つまり我々はこう見えて意外とウィンウィンなんだよ。まあそうなるな。そういうわけだから、私の体を君に、まあ貸そうと言っても、まあ、その貸そうという前にも貸してしまってる状態なんだが、まあ君に貸してあげよう。だから君は自分の体を早く見つけるといい。なるほど。その上で私の目的の邪魔をしないでくれ。私も君の邪魔はしない。なるほどな。まあ何が目的かは分からないがいいなの。うん、ありがとう。よろしく頼むよ。では、あなたが彼の言葉に了承した瞬間、あなたは目の前のテロリストを倒した。殺すことはなかったが、しかし彼らは、まあ、少なからず血を流している。そう、血をだ。この東京スカイツリーの展望台は今血にまみれている。あなたはなぜか無意識に舌舐めずりをしてしまった。共鳴判定です。強度6、上昇1、共鳴感情は本能欲望です。あれ、完全一致でどうぞ。なるほど。ダブルでは共鳴値が1上がります。ではここで探索パートに移ります。はい。目の前にある黄色と黒の場所ありますよね。はいはい、これらが探索可能箇所となっております。まあ、これら以外にも何か調べたいことがあったりしたらディーラーに言ってもらえば、まあ、できるかもしれないしできないかもしれません、はいはいはい、なお注意点があります。これらの場所はそれぞれ触れる技能が決まっているんですが、はいはい、成功しようと失敗しようと1回切りです。なるほど。技能が触れるのは、はい、失敗したら失敗したまま、そのままその場所は探索不可能となります、はいはい、のでご注意ください。もちろんこれらの場所でも、ロールプレイによっては大悪党が使えることがあります。なるほど、了解です。はい、では探索パートです。どうしますか。転がっている死体に行きます。はい、では転がっている死体全調査情報をご覧ください。どこ行ったかな。探索アクションにそれぞれ事前調査情報があります。
事前調査情報を転がっている死体、床には何人かの死体が転がっている、銃やナイフでつけられた傷跡からはおびただしい量の血が広がっている、これらに対して観察眼あるいは医術が使えます。観察眼を振ります。どうぞ。ダブル素晴らしい。ではあなたは気づきます。これらの死体はですね、銃やナイフの傷だけでなく、まるで獣に引っかかれたような爪の跡や、首を喉元を食いちぎられたような跡もありますね。まるで野犬に貪り食われたような、凄惨な死体です。ですが、これらの死体は全員テロリストのものばかりですね。なるほど、はい。民間人の死体もないあるっちゃあるんですけども、ほとんどテロリストばかりです。はいはい、おじゃあちょっとこれやったのお主か。ああそうだ、私だよ。民間人は襲ったりはしてないのか。そこまでする必要がないじゃないか。だって私は別に彼らとは違うのだから。なるほど、私は私の目的を果たせればいい。そのために必要であれば、別にやぶを得ないが、必要なのであれば無益な殺生は意味がないだろう。けどなんか食べてるような雰囲気がある。それは大人の事情というやつさ。なるほどな。なんだかわからないけど、テロリストを結構やってくれたのは助かるっちゃ助かるか。はい。ではダブルの情報がさらに追加されるんですが、はいはい、死体をそんな風に見ておりますと、何かゴロンとサッカーボールのようなものが転がっていることに気づき、何だろうとよく見てみますと、それは白と黒の髪色の青年の生首でした。はい、びっくりするんで、びっくりしますし、多分別のゲームだったら3チェックが入るところなんですけれども、あなたは気づきます。これあのテロリストの主犯っぽいやつの死体じゃねと。お、これ敵のボスの死体じゃないか。ああそうだね。バレちゃったから仕方ないね。言っておこう、私が殺した。なるほど、何かそれも意味があるってことか。意味があるというか、邪魔だったからというか、必要なかったからというか。何かと強かったが、なんとかなったよ。銃弾を弾くというか、くらいだしな。深いそこは分かんないし、聞かないけども、そうか。では、そこまで、彼との話を聞いたあなたは、ふと、その首がない主犯格と思われる男の死体のポケットに何かキラリと輝くものが見えた。それは注射針だろうか。中には何かオレンジ色の液体が入っている。だがあなたはこれに触れた途端何かめまいがする、何かこれに触れ続けてはまずい気がする。そう思ってあなたは思わずその注射器から手を離した。共鳴判定です。強度6、上昇1、共鳴感情は本能欲望です。完全1でどうぞ。ぬわー、上がり続ける。ミラクル。では共鳴値が1上がるだけでなく、トトさん、ヘモクロ TRPG の共鳴判定でトリプル以上を出すと何が起こるかご存知でしょうか。はい、そうハウリングでございますですがハウリングの内容はシナリオによって変えることができるというようなことですね。はいはいはい、はい、ということで今シナリオのハウリングは何かと言いますと、あなたの記憶が徐々に混濁し始めます。情報タブをご覧ください。はい。血に飢えている。水筒の蓋を開けて傾けるように誰かの首を引きちぎってすすりたい。これが私の本能。逃れ得ぬ植え付けられた鎖。いや、元来ないものを本能とは呼べないだろう。では何と呼称すべきか。そうだな、これは異能だ。そんな誰かの記憶が
あなたの頭の中を通り抜けて行きました。あなたは意識を取り戻します。どうやらあなたは何かしらの白チューム幻覚ビジョンの類を見ていたようですね。時間にして1分も経っていません。なんだ今のは。おや、どうかしたのかい。何か立ちくらみても知っていたように見えたけれども。いや、なんでもない、大丈夫だ。そうか、まあならばいいんだが。では転がっている死体の情報は以上です。なるほど、追加でちょっと聞きたいんですけども、はい、その中にわしはいないということですよね。お、なるほど、そうですね、この死体の中にあなたはいません。この死体は、この、展望台にある全ての死体を見れたって扱いでいいんですけれども、あなたの死体はどこにもありませんでした、はいはい、なるほど。一体わしの死体はどこに、死体、わしはどこに行ってしまったんだ。君が死んでいるなら、まあ、その辺に転がってるかと思ったんだが、そういうわけでもなさそうだね。明らかに、まあ、死んだような雰囲気はしたんだけどな。ということはまだ生きてるということかな。なるほど、それはいいニュースだ。まあまだわからないけれども、そうだな、怯えてる。あ、あっちの人たちにちょっと事情を聞いてみるか。では怯えている人々事前調査情報です、はい、情報タブをご覧ください。事前調査情報、怯えている人々。事件に巻き込まれた観光客だろうか。あるものは震え、あるものはうずくまり涙を流し、あるものは困惑したような表情で立ち尽くしている、これに対し触れる技能は、ベース技能、知覚、あるいは観察眼ですね。なるほど、じゃあ観察眼を振ります。どうぞ。ダブル、素晴らしいですね。ではあなたはですね、やはりこれらの人々の中に自分の姿はなく、そして人々が完全な恐慌状態に陥っているため、話を聞いてもらえそうにないということに気づきますね。なるほど、まあ、さっきよほどあなたが乗っ取る前はよほどすごい戦い方したんでしょうかね。あなたが近づくと、ヒー化け物みたいな感じで離れていきますね。人々が後ずさりして、やりすぎだよ、ちょっと話も聞けないじゃないかこれじゃ。まあ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 、怯えていただいている方が私としても助かるからね。動きやすいってことか。まあそれもあるが、彼らがもし勇気を振り絞ってリンチでもしてきたら、ほら返り討ちにしないといけないじゃないか。なるほどな。私は無駄な殺生はしたくないからね。この無駄な殺生をしたくないからねに心理学で触れます。はい、どうぞ。はい、では、あなたは思います。彼のこの言葉は痛々しいほどに本心を語っていると。なるほどね。そうか、はい、ではここまで行ったところで、あなたはその怯えている人々の中でふと目に留まるものがある。それは一人の息子を抱きかかえ、まるであなたから守るようにあなたを睨みつける女性だ。おそらく母親と子供、母子なのだろうか。あなたを憎しみのこもった目で睨みつける。あなたを怯えた目でじっと見続ける。なぜかその光景にあなたはふっと口元が緩んでいることに気づいた。この感情は一体誰のものなのだろうか。あなたの感情なのだろうか。あるいはそれとも共鳴判定です。強度6上昇1、共鳴感情は本能欲望、完全一致でどうぞ。ミラクル、共鳴値が1上がります。やばいたい。では共鳴値が1上がりましたので、ハウリングが発生いたします。情報ダブをご覧ください。はい。私はある日誘拐された。当時はそれがとある有名な犯罪組織であるとは知りも知らなかったが、彼ら暗部組織は私を連れ去った。一般人のただのサラリーマンだった私はとある計画の被験者に選ばれた。獣人化計画、
人間をただ獣に変えるのではない。獣と人両者の境界を一時的に歪め共存する存在へと変貌させる実験。私は拷問にも似た苦悶の実験を受け続け、髪が白くなる頃にはついぞ私は獣人になり果てていた。そんな誰かの記憶があなたの脳裏をよぎっていきました。あなたは意識を取り戻します。なんだ、わしの知っている獣人かとは全然違うぞ。何の話をしているんだい。また一瞬立ちくらみのようになったけれども。いや、何かが頭の中に。そういえば君は先ほどから獣人獣人と言っているが、君は何か知ってるのかね。ああ、いや、わしは獣人だ。君も。ああ、まさか君も組織に。いや、これは自分自身だ。自分自身。はあ、はあ、なるほど。まあ何か地獄アラさんとは何か考え込むような仕草を見せますね。こんなことあるの。わからない、わからないが、どうやら我々は随分な奇縁に出会ってしまったようだね。奇妙な縁と書いて奇縁だ。このようだな。そう、まあ今の話をすると、おそらくお主の過去が何かが見えた。私の過去。ああ、なるほど。私の体を乗っ取っているわけだから、私の脳みそもつまり乗っ取っている。つまりは記憶が見えてしまっても仕方がないということか。おそらく、プライバシーもひったくれもないもんだね。こんなこと言ってもわしは悪くない。まあ君の口ぶりからして君が見たくて見ているわけでもないだろうし、まあ見ても楽しいものではないと思うから、まあお互いどんないといったところだろうか。そうだな。まあさっさとこれ直さないと。そうだね。あ、そうだ、ちょっと待て。ん？何かオレンジ色の液体みたいなの今まで見たことは。オレンジ色の液体？知らないな。オレンジジュースかい？いや、何かこう注射器に入っていた。はあ、わからないが。そうか。では怯えてる人々情報は以上です。なるほど。まあそうだな。窓の外を見ますかね。では窓の外事前調査情報をご覧ください。銃撃によるものだろうか。窓ガラスが吹き飛んでいる。眼下に広がってるのは紛れもない東京の夜景だ。これらに対し触れる技能はベース技能近く、あるいは聞き耳ですね。なるほど。あなたこの辺高いわね。近く技能、さすがさすが元獣人。聞き耳を振ります。どうぞ。ダブル、素晴らしい。ではあなたはですね、まあ何か、この、ガラスの破片などを確認しますと、外側から割られていることに気づきます。また、近くには、いくつもの爪痕があるので、まさかここからこいつ、この地獄からちゃんとってやつ侵入してきたのかって気づくでしょう。はい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 、はい、そしてあなたは聞こえる。あなたの耳に届く。それは下の人々の喧騒だけではない。人々の営みの声が、人々の安寧の声が聞こえる。そう、安寧だ。彼らは血も苦しみも知らない。知らないでいるということが許されていいのか。彼らは何も知らないのになぜ私は知っているのか。そんな感情がふとあなたの心の根にじわじわと湧き立つように現れて、そしてまたそれは消えていきました。共鳴判定です。強度6上昇1、共鳴感情、本能欲望、完全一致へどうぞ。はい、ミラクル。共鳴値が
1上がります。改めておさらいですが、共鳴値は9まではセーフです。10に到達すると逸脱という現象が発生し、基本的に死にます。はい、ではあなたはまたミラクルを出しましたので、共鳴判定によりハウリングが発生します。情報タブをご覧ください。はい。実験は成功した。私は獣人になった。正確には腫瘍方法の我流化などとかいう理由で、ただの獣人ではなく怪異の因子を埋め込まれたらしい。つまり私はもう人間ではない。生命体とも違う。私は怪異的能力の保有者になってしまった。だが幸福にも私は意識を保っていた。彼らの拷問にも耐えられる強靭な肉体を手に入れ、私は彼らの命令する侵略だとか殺戮だとかを断固拒否した。生きて帰るその日まで私の心根まで悪に染まらんと、そう意気込んでいた。私には妻と息子がいた。その首をハンドバッグのようにぶら下げながら、白衣の男は私に命じた。人を殺せと。だから組織を皆殺しにしてやった。そんな誰かの怒りの記憶があなたをよぎって消えていきました。あなたは意識を取り戻します。なるほど。また見えたのかね。そうだな、見ても楽しいものではないだろうが、まあ君にはどうもできないようだからね。なるほどね。改めて言おう。なんだい。お主に協力をしよう。全面的に。おや、私の記憶で何か同情してくれたのかな。同情というやつなのかわからないが、いや、すまない。君も私の感情、いや、記憶を見たというのであれば、まあ君もなかなかに嫌な気持ちになってるのだろう。少々ぶしつけなこと言ったね。いや、問題ない、大丈夫だ。お詫びと言ってはなんだが、君に、そうだね、正直に一つ伝えよう。私がここに来た理由は、今日ここでテロが起こることを知っていたからだ。なるほど。そしてそのテロ組織がとあるものを持ってきていて、おう、それを使うことが私の目的だったんだ。なるほどな。そしてそれはここにはない。ここにはない。ここからさらに上にある地上から高さ450メーターの位置にある展望回廊、そこにあるらしいんだ。なるほど。そしたらさっさとエレベーターで登ってった方がいいってことか。まあそうなるわけだが、だがあのエレベーターが本当に上へ向かうエレベーターはわからないんだよね。まだ調べてないから。確かに。なんか記憶のあれで、なんかこれ以上上に行けるかどうかとかっていうのは分かりますよね。そうですね。じゃあ知識でも振ってみましょうか。はいはい、ベースギの知識。知識。成功。じゃあそうですね。この東京スカイツリーには、下に向かうエレベーター、まあ、地上と 350m をつなぐエレベーターと 350m から 450m をつなぐエレベーター2つあるなってことに気づきますね。なるほど。で今盤面にあるエレベーターがどっちかは分かんないですね。はい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 、なるほどね。
そうだな。あ、このエレベーターの前にある箱はエレベーターにセットのものですか？あ、はい、そうですね。これは気にしなくていいです。なるほど。うん、背景。ただの背景です。うん、エレベーター2つあるはずだ。そうね、さ、まあ先に通路の奥に行こうかな。はい、では通路の奥、事前調査情報です。あった。通路の奥、事前調査情報。どうかが燃えているようで煙が充満している。普通の神経の持ち主であればそこに飛び込もうとは思わないだろう。これに対して触れる技能はベース技能調査、あるいはマッピングです。なるほど、マッピングはないかな。もちろんロールプレイによっては大悪党も使用可能です。なるほどね。なるほど。ここで大悪党ってどういうものがあるかね。あのマジで、無理くり5年全然いいっすよ。え、もうなんか大悪党のことで、その煙もくもくの中、こうかっこよく調べ。一発目だから OK します。ということで、では大悪党をどうぞ振ってみてください。はい、トリプル。ではあなたは確信します。この炎と煙の向こうに何かよぎ、一瞬影がよぎりまして、それがもう一つのエレベーターであることに気づきますね。お、はい。そしてそのエレベーターを遠目に確認しますと、どうやら上へ向かうためのエレベーターですね。なるほど。はい。ですがちょっと、炎と煙が邪魔をしているので、そこに向かうには少し時間をかけた方が良さそうです。なるほど、はい。ですので、まあ、もうちょっとしてしばらく経ったら行っていいだろうと思うでしょう。はいはいはい。そして今はもう黙々してるって大変だなっていう感じですね。はい、そうですね、今黙々メラメラしてるのでちょっと行けそうにないなって感じですね。はいはい。そしてフロアマップを思い出しながら、ふとあなたはデジャブを覚えます。自分は共鳴者ライオントトとしてここに来たのか、それとも本当に大悪党ジオックハラザントとしてここに来たのか、本物のアートは一体どちらなのだろうか。共鳴判定です。まあ、強度力上昇1、共鳴感情は本の欲望なんですが、はいはい、あなた大悪党を使いましたよね。はい、トトさん、この大悪党って強い技能じゃないですか。はい、大いなる力には大いなる責任が伴うって聞いたことありませんか。なるほど。特殊技能大悪党を使うと強制で共鳴値が1上昇します。うわということで共鳴値が7になった状態でもう一度どうぞ。なるほど、ミラクル、共鳴値が1上昇しますが、今回はハウリングなしです。なるほど。これやばい、やばいよこれ。エレベーターがあったね。エレベーターがあったな、うん、ただもうちょっと時間がかかりそうだ。そうだな、一旦前の部屋に戻って調べるか。ではどうしちゃいますか。通路の奥は後で行けます。へえ、そうだな、どうしようかな。怖いなどうしようかな。多分エレベーターはどうでもいいかな。けどモニターなんかあるかな。モニターね。
モニターなんかあるかな。モニターモニターに行きます。ではモニター事前調査情報をご覧ください。ちょっとモニターの事前調査情報は長いです。モニター事前調査情報。呆然とするあなたの耳に音が届く。ヘリコプターからの映像だろうか。モニターの中には煙を吐くスカイツリーが映し出され、ライブ中継と書かれたテロップとともにニュースキャスターが原稿を読み上げている。本日午後7時頃、東京スカイツリー展望台にて銃撃事件が発生。多数の死傷者が出ている模様ですが、詳細はまだつかめておりません。犯人は指名手配中の地獄から残党容疑者と見られており、午後11時を回った現在も人質を取り立てこもっています。地獄から残党容疑者は殺人、強盗、誘拐、器物損壊など1000件以上の犯罪に関わった容疑がかけられており、未解決未発見のものも含むとその数は数十倍に膨らむのではないかとも言われております。付近の皆様はくれぐれも現場には近づかず、周辺警察の指示に従って避難してくださいという内容でした。そして、これに対して触れる技能は事情通あるいはベース技能ニュース、ベース技能知識ですね。なるほど。もちろん大悪党も使えますよ。チラチラ大丈夫です、聞いております。そりゃな、そりゃな、そりゃな、知識を、知識で大丈夫なんですか。はい、大丈夫ですよ。はい、あ、失敗。ついにでは、あ、そうですよ、ここまで順調でしたからね、あなたね。では、あなたはですね、まあ、大悪党地獄から残党のことを、まあ、そうですよ、サヨナラエデン事前の情報を言っちゃうんですけども、事前の情報とかネタバレじゃないんですけど、まあ、しばらく宇宙にいたりしたんで、あなたはね、あの、はいはい、まあ、多分あまり知らなかったんでしょう。地獄から残党という、まあ、そういうテロリスト、世界各国でテロを行っているらしいテロリストのことをあなたは詳しく知りませんでしたが、まあ、指名手配書が、ニュース番組に映るんですけれども、そこに映ってるのは、はい、やはり先ほど死んでいた青年の顔ですね。つまりもう大悪党は死んだ。なるほど。ということはあなたは理解するでしょう。ああ、多分この人はその人の名前を使ってやってるのかなみたいな感覚でいます。はい、なるほどね。ではそこまで至ったところで、あなたはまた記憶が一瞬フラッシュバックする。それはあなたが乗っ取る前のこの男が、あの人狼のような姿になった状態で本物の大悪党と相対している姿、大悪党の首をねじ切った後に、このザントという偽名を使ったこの老人は、男は確かにこう言ったのだ。すまないね、でも私は喉が渇いて仕方がないんだよ。そう言って男はその降り注ぐ噴水のような血に喉を湿らせた。共鳴判定です。強度力上昇1、共鳴感情、本能欲望、完全一致へお願いします。あーい、カタストロフ。共鳴値が1上昇し、今度こそハウリングが発生いたします。情報タブをご覧ください。はい、私は組織を文字通り壊滅させて脱走した。何人も何人も殺した。それからだ、喉がひどく渇いてしまうようになったのは、血が欲しくて欲しくて仕方がなくなってしまう。聞いたことがある。一度人を噛んだ犬は血の味を覚えてまた噛むのだと。笑えないことだ。私は探した。あらゆる手を尽くした。だが、けれども、いかな医療技術でも私を救うことはできなかった。だが、希望はまだあった。とある大悪党を名乗る犯罪者がテロを企てている。さらにそこで洗脳装置なるものが扱われる。これしかなかった。私の狂う本能を無理やりに強制するしかなかった。だから私はスカイツリーに来てテロを止め、主犯を殺し、そしてふと意識が途切れて、私の中にいる誰かに名を聞かれて思わず名乗ってしまったのだ。私の本名はもう組織に消されているから、だから名乗ってしまった。大悪党、大悪党地獄ヶ原ザントと。そんな
誰かの記憶があなたの中を駆け抜けて消えていきました。あなたが意識を取り戻した瞬間、通路の奥の方の炎と煙が一部消えて、エレベーターへ向かうことが可能になったことに気づくでしょう。急ごう。ああ、向かってくれるのかい？そうしないと戻れないしな。うん。君はどうやらまた私の記憶を見えたようだが、上に何があるのかまでは見えたかな？おそらくその装置のことか。ああ、その通りだ。じゃあ早く行った方がいいな。いくら取引をしたとはいえ、なんというか素直という言い方は失礼か。君は、優しいね。花元に戻りたいだけな。そうか。であるならば、それは私にとっても助かる行いだ。よろしく頼むよ。早く行こう。ではエレベーターに乗り込むということでよろしいでしょうか。はい。それであなた方はエレベーターに乗り込んだ。ここで一旦休憩したいと思いまーす。はーい。続きは CM の後ということで、一旦休憩でーす。5分間の休憩となります。はいはいはい。まあ、別に5分過ぎても大丈夫でーす。一応目安は5分というだけです。で、はい、うちでも休憩中は、ミュートしない限り声乗っちゃいます。なるほど。はい。のでミュートしたい場合、あの声乗っけたくない場合はミュートしててください。なお、あの声乗っけずになんかあのラジオみたいに話してもらっても全然大丈夫です。はいはい。ということで一旦休憩でーす。私はちょっとお手洗いに失礼させていきまーす。自分もです。はい、戻りました。はい、はい、いいです。どうです、今のところ楽しんでいただけます？いや楽しんでるよ。あ、よかった、よかった。
いやそれと同時にね、もうハラハラしてるよ、はい、あと1増えたら、お亡くなりですいやだいぶ一致してるなってなったはい、あとちょっとでお亡くなりですね。はい、まあ、そうですね、はい、まあ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 、まあ、ほら僕らはね、まあ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 、まあほら、はい、このあとね完全一致だとしてもあれですから18個ダイス失敗すればいいんで18個ダイス失敗すればいいんで、全部10ぐらいよね、出せば全部半分ファンブル出したらマイナス1全部消えるんでね、確かにね、今までね、いいの引きすぎてるから、そろそろね。そうですよね。そう、今までほとんど成功してますから、うん、そう、やっぱ1個だけですから、もうその分のやっぱね、運勢ってやっぱ波状になってるってよく言ったりしますからね。でっかい波ね。そう、でっかい波見てほしいですね。ねえ。まずいですね。怖いね。終わりだ。まあ、まあ、でもまあ、諦めずに頑張っていただきたいですけれども、さて、ちなみに、はい、再開、していこうかと思っておりますが、よろしいですか？はい。お、はい、分かりました。それでは再開していきたいと思います。はい。あなた方は地上から高さ350メーターの位置にある展望回廊から地上から高さ450メーターの位置にある展望回廊へ向かう最中のエレベーターの中にいます。さて、何か会話などありますでしょうか？あります。どうぞ。この上にあるのは確実なのか？まあ、ないと困るね。例の洗脳装置。あれがなければ、私は一生このままなのだから。なるほど。私の記憶で見ただろう。私は怪異の因子を生み込まれてしまっている。人狼、ウェアウルフ、まあ狼男なんていう言葉が一番わかりやすいかな。その影響で血をどうしても求めてしまうのだよ。なるほどな。それでああいう状態になっていたというのか。そういうことだ。しかも一日三食みたいなノリではないのだよ。本当に血を求めてしまう、一種の中毒だ。なるほど。常に欲しているということか。ああ、しかもそれは精神やなんだ医療でどうこうできるものではない。存在自体が血を求めるものになってしまっているわけだから。私という存在をどうこうしない限りには。だからそんな大丈夫なのか。そろそろまずいかもね。だからこそ何とかしなければならない。20分ほど前に血をすすった。だから次はあと40分後だろうか。なるほど。まあ大丈夫だ、もうすぐ着くだろうから。ああ、君には迷惑をかけたね。いや、まあどちらにせよ、まあちょっとした足を引っ張ったぐらいまであるだろう。そうかな。君のおかげで私は実に精神面的にも助かった。そうか、それならよかった。うん、ありがとう。わしの体もあるといいな。上に。そうだね、君の体全く見つからないからね。どこにあるんだ。まあ私の目的を達成できたら君の体もちゃちゃっと見つけようじゃないか。ありがとう。もちろん、だってここまでしてくれたんだから。ではそのような会話をしたところでポーンと音を立ててエレベーターがガコリと開く。そこは展望回廊、地上から高さ450メーターの位置にある場所。そこにそれは鎮座していた。これか、九段の洗脳装置は。
おお。まあテロリストたちが持ってきたと聞いていたからどんなものかと思っていたが、随分なんというか、アバンギャルドだね。そうだな、使い方とかは。ご丁寧にこのパネルで操作できそうだ。なるほど。うん。これで洗脳をする。彼らはもともとこの洗脳装置を使ってあの大悪党の精神で、まあ、他の人々を、この東京スカイツリー周辺の人々を乗っ取る予定だったらしいんだが、まあ、今回はその対象を私一人にして、そして私のこの狂気を、血を求めるこれを押さえつける。なるほど。うん、指示は私の方へ出そう。パネルの操作をよろしく頼むよ。ああ、わかった。では、ここで、あなたはパネルを操作する。あなたは、彼を助けるための操作をする。専門知識、生物学をどうぞ。専門知識、生物学。振ります。トリプル。確信してしまう。気づいてしまう。あなたはこの機器を操作して、あなたは不慣れな機械かもしれないが、だが本質は生物の精神を乗っ取ったり洗脳するものだ。であればあなたの分野がかすらないわけがない。だからこそ気づいてしまう。不可能だ。この装置は何者か一名の精神を周囲に拡散するためのものであって、誰か一人の精神をどうこうするような精密な操作には向いていない。簡潔に言って、この装置で地獄ヶ原残党を救うことはできない。あなたはその事実に気づいてしまう。どうした？どうしたんだい？おそらく、ん？これで直すことはできないと思う。はあ？なぜ？なぜそんな？これは一人の精神を拡散させるというか、そういうものであって、一人のために使うことはできない装置なんだ。はあ、なんだそれは、なんだそれは。ふざけるな。どこまで、どこまで人を害することしか考えていない連中なんだ。そんな、私の求めたものが、そんな、こんな。あなたの脳髄で悲痛な雄たけびがこだまする。私は直せないのか。私はどうにもならないのか。そうか、ここまで苦しんで、ここまで多くのものを失って何もしていないのに、平穏に過ごしてきたのに、全てを奪われて、その末路がこれか。
そうか、これが共鳴判定が発生します。強度9、上昇1、共鳴感情は絶望かっこ傷です。あなたは通常で触れます。なるほど、振ります。ミラクル、あなたの体が徐々に動かなくなってくる。あなたの指先が、あなたの歩幅が、あなたの呼吸が、あなたの瞬きが、徐々に他人のものになっていく、奪い返されていく。そしてこれが私の末路か。そうあなたの口が、いや先ほどまであなたのものだった口が勝手に喋り出す。そうあなたは気づくだろう。体の支配権を奪い返されたのだと。あなたは今まるで魂のような状態だ。自分が今どうなってるのかわからないが、声しか発することはできず、今彼を俯瞰して見ている。そしてあなたの目の前で彼が逸脱する。彼の体育が徐々に大きくなっていく。みちみちと筋肉がわななき、その皮膚から、そのシワのついた皮膚から徐々に体毛が溢れ出す。徐々に人としての原型を保てなくなっていく。そして彼は獣になった。彼は獣に戻ってしまった。地獄はさらにそれで終わるわけではない。彼の吠える彼の近くで全人類幸せの装置が絶望的な音を告げる。生体反応を確認。本装置の起動準備完了。40分後、本エリア付近に存在する1名の生命反応の精神を周囲全人類に投射開始。あなたは気づいてしまうでしょう。このまま放っておけば、彼の狂気的な精神が、血を求める精神が、東京スカイツリー周辺の全人間に与えられてしまうということに。あなたは今声をかけることしかできない。あなたは声をかけることでしかこの状況を切り抜けられない。いや、まず切り抜けられるものなのだろうか。何か彼に声をかけるものがありますか。待て、このままだと本当の大悪党になってしまうぞ。あなたは彼に声をかける。あなたは彼に戻ってくるよう促す。だがもはやその言葉は彼に届いているのかわからない。なぜなら今のあなたは魂なのだから。物理的にその言葉がことの葉が音の波に乗っているかも理解できない。徐々に暗転していく。景色が暗くなっていく。あなたは
重いまぶたに抗うことはできず、景色が黒に染まってゆく。あなたの目の前で男は獣に落ちた。ハウリングによりあなたの記憶が一部混濁し始めます。情報タブをご覧ください。はい。意識が塗り替えられていく。まがいものの本能が体を包む。私は私で亡くなった。もうただの狂犬だ。月に狂い吠える誰かだ。誰か、誰か、頼む。私を終わらせてくれ。私を止めてくれ。世界が、人々が、安寧が憎いのは、否定のようがない事実だ。だが、私は私を取り戻したかっただけなのも、また事実なんだ。お願いだ。ご賞だ。私にこれ以上、誰かを殺させないでくれ。そんな、悲痛な彼の叫びがあなたを通り抜けて消えていきました。シーンを切り替えたいと思います。はい。気づくとあなたの目の前には惨劇が広がっておりました。ガラスか何かでしょうか。反射物に映り込んだあなたの姿は普段の自分とは全く同じ姿をしておりました。どうぞご自身のキャラクターを盤面に戻してください。この瞬間あなたは物語に、いや舞台に上がります。どうやらあなたは通路の奥の炎と煙の向こう側にいたようですね。炎と煙は完全に消えたためにあなたはここに戻れたようです。なんとかしないと。さてあなたはここで気づくことがあります。はいはい。窓の外、そう、割れている窓の向こうですね。はいはい。そこにヘリコプターが近づいてきており、どうやら大悪党が死んだことによって、そして人々が上で何が起きているのか気づいてないことによって救助活動が始まっているようです。なるほど。あなたは選ぶことができる。あなたは選ばなければならない。ここで質問です。ライオントトさん、はい、あなたはこのヘリコプターに乗りますか乗りませんか。ルート分岐です。説明を一応しておきます。はいはい。ヘリコプターに乗るのであれば、つまりはいを選ぶのであれば確定生還です。生き残ることは確定します。その上であなたはこの東京スカイツリーを離れることとなります。物語はそれで終わりです。いいえを選んだ場合、あなたがこの状況をどうできるか全く分かりません。当然です。あなたも分からないでしょう。ですが見て見ぬふりをするという結末からは逃れることができます。どちらを選んでも正解不正解はございません。なぜなら TRPG はあなたの物語だからです。その上で改めて聞かせてください。あなたはヘリコプターにより救助されますか。はいかいいえ。ルート分岐です。なるほど。
いいえかな。いいえ。かしこまりました。ではきっとそれは、きっとそれは反撃ののろしでしょう。 BGM がないなんてつまらないですよね。ではあなたはただうやむやに救助されるわけにはいかない。あなたにはやらなきゃいけないことがある。きっとあなたのせいではない。だけれども苦しんでいる何者かがいる。あなたはそれを知ってしまっている。あなたはどうにかしなければならないと強く誓うことでしょう。ではここでこれまでの探索自体に対して、はい、そうですね、これは観察眼でいいかな。今まで調べた場所に対して観察眼を振れます。なるほど、振ります。危ない、成功。危ない。ではトトさん、はいはい、あの大悪党の死体の近くに何かオレンジ色に光ってるものを発見します。拾ってみますか。はいはいはい、拾いますね。では共鳴判定です。はい、強度6、上昇1、共鳴感情は本能欲望です。なるほど、書いておきます。完全一致ですね。では完全一致どうぞ。ダブル、共鳴中1上げておきます。はい、ではあなたはこのようなアイテムを入手します。情報タブをご覧ください。はい、マジカルアーティファクト、ファーストマンジーン。旧約聖書に謳われる最初の人間、その遺伝子情報と思われる遺伝因子の半結晶体を内包した注射器です。2度以上の空間では完全に融解します。人間に投与すれば怪異との共鳴や先天性怪異的能力の消滅を実行できるヒューマンプルーフ。ただし逸脱した人間であればそれは死なくなるだろう。なぜ大悪党はこんなものを持っていたのかはわからないが、これを活用しない手はない。まあここまでは全部フレーバーでございますが、はいはいはい、技能専門知識、生物学でミラクル成功すれば対象一人の逸脱状態を解消し共鳴値を1にできます。おお。ただし消費物のため一度しか使用できません。なるほどね。使用を宣言してトリプル以下だったらもうそれで使うことになります。なるほど。うわ、そんなアイテムをあなたは入手しました。はいはいはい。ちなみにこの説明は全部なんかその注射器の書類か何かに書いてあったか、あるいはあなたが単純に解析して得られた情報ということにしていいです。なるほど、うん、これがあればなんとかできるが、あの状態のあいつにこれをしっかり使えるかどうかだな。ではこのエリアの情報は以上です。なるほど。エレベーターはまだ使えます。上へ向かいますか。行きます。それではあなたはエレベーターに乗り込んだ。そこにはあの悪趣味な洗脳装置がある。そしてそこには彼がいる。狂気に身を落とした、もはや大悪党でも獣人でもないルナティック、月に吠え狂う者。あなたの目の前に怪異ルナティックが立っている。さあここに立っているのはあなただけ。彼を救えるのはあなただけ。そしてきっとこれはあなたに課せられた新たな命題。さあ地を探求する者、あなたは何と言って彼と対峙しますか。あ、帰ってきたぞ。お主を助けに。ではあなたのその言葉にルナティックはただ吠えるだけです。これより最終決戦 VS ルナティック行ってまいります。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最終決戦ルール、演目は決まる、垂れ幕が上がる。眼前には月に吠える一人の男、君の手には人狼だけを殺す針。決めろ、
君自身が彼の運命を、彼の求めた研究のその先を。勝利条件、目前のルナティックの殺害あるいは戦闘不能。敗北条件、共鳴者の死亡、気絶あるいは逸脱です。なお特殊ルールとして、あなたはそのファーストマン寺院を持っていますので、そのファーストマン寺院から共鳴判定を受けちゃいます、はい、なるほど。はい、毎ターン共鳴判定が発生します。共鳴判定強度9、上昇、あ、なんか間違えてる、俺マイナス1終わったんだ、1ですね普通に。はい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 。そして共鳴感情は本能欲望です。なるほど。はい、ちょっと間違えてたんで、この情報タブにもう一回話します。はーい、はーい。ということで、もちろんこの戦闘中にファーストマン寺院の使用は可能です。そして先に言っておきます、言ってしまえば彼は 今暴走してる状態なので、はいはいはい、共鳴が1位になった時点で彼は戦闘しません。戦闘不能になります。はいはいはい。つまり彼を殺すか気絶させるか、あるいは共鳴値を1にすれば勝ちです。なるほど。逆にあなたが死んだり気絶したり逸脱したらゲームオーバーです。なるほど、了解です。では戦闘開始です。イニシアチブ順で行動してきますので、相手が先行にならないな、この場合な、同じなんでイニシアチブ。じゃあ 1D 役しましょうか。いや大事ですよ俺。はい、 1D 役、小さい方は優先しましょう。同じ数字の場合あなたが優先でいいです。なるほど。では D100 振りましょう。はい、 D100。 はい、いきます。どうぞ。はい、おお、6。いや、これは強い。おお。じゃあもうあなたの鋼の精神で先に動いたんでしょう。あなたも獣人、彼も獣人ですが、どうやら獅子の方が、猫科の方が早かったようです。あなたが先行、どうしますか。ですね、へえ、このなんだっけ、この注射器を持ってると毎ターン上がってしまうんですかね。はい、そうです。所持している限り毎ターン上がってしまいます。なるほど。ですが、このファーストマン寺院を使って彼を落とすにはミラクル成功、成功数4以上が必要ですね。はい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 。ですね、どうしようかな。ターンを稼ぎたい。もうこの辺はロールプレイ勝負でもありますので、好きに提案しちゃっていいですよ。いけるときはいけるって言いますし、ダメのときはダメって言いますから。はい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 。そうですね、少々お待ちください。大丈夫ですよ、ゆっくり考えてください。最終決戦なんでね。へえ、そうだな、ここら辺を走り回ってはあ、はい、ここら辺を走り回って、はい、時間を稼ごうとしてます。なるほど。じゃあそうですね、じゃあスピード振ってみますか。で、はい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 、成功数分次のあなたの回避技能にボーナスダイスあげましょうか。じゃあありがとうございます。それでお願いします。じゃあ次どうぞ。爽快ファンブル出したらまずいから気をつけてね。いきます、頼むぞ。なるほどね。これこの場合フラグ立てた俺のせいか。トトさん、トトさん、はいはいはい、一応聞いておきます。はいはいはい、トトさん残響ってことです。いや残響使いなかったんですよ、ダイソー振る量増やそうね。なるほどね。じゃあ使わないですよね、例のやつはね。こっちでは使わないんですね。では粛々とペナルティー受けてもらうので、じゃあ、ルナティックはですね、じゃあ、はい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 、ボーナスダイス1個つけて大悪党を振りますので。なるほどね、やばいよ。 4DM で振りますね。
まあ当たり前だな。ミラクル。ではもうあなたの一瞬の隙を逃さず、じゃあ多分あなたが走ろうとする前にもう彼が目の前にいたって感じでしょうかね。はい、あなたに彼は、まあおそらくまあ爪引っ掛けというにはやさ生優しいほどのもうえぐり取るような一撃を放つでしょう。なお、あなたは別ですが、彼は成功寸分のダメージしか与えてきません。なぜか。ので4ダメージ、でも4ダメージ受けてもらいます。なるほどね。はい、いやく早すぎる。あ、一応ちょっと待って、ごめんなさい、減らしちゃったけど、一応あなたほら危機察知であのダブルクリティカル出せば避けられる可能性もあるので、ミラクルだから、ね、あの一応振ってもらいましょうか、危機察知。一応ね、いやこういうのは波がありますから。そう、波があります。あー惜しい、惜しい。では先ほど処理した通りになります。はいはいはい、惜しいな。では、あなたのターン2ラウンド目、では共鳴判定です。はい、強度は9、上昇1、共鳴感情、本能、欲望、そのままでどうぞ。完全1ですね。はい、あ、一応まあ完全1だけど、まあ無理だろうからよし。あ、でも合ってるわ、合ってる、俺が間違ったわ、合ってる合ってる。ということで共鳴性1です。はいはいはい、なおここでのハウリングは特にありません。なるほど。ではあなたのターン。いやーもうこれはね、懲りずにしようかと思ったんだけど、今度はちょっと隠れてみようかなと思うかもしれない。お、なるほど、じゃあいいでしょう。じゃあ隠れるのに成功したら成功する分相手の、ペナルティーダイス与えましょうか。じゃあね、隠れようとしてる。はい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 、っていう流れさっきやったな。はい、どうぞ。頼むぞ、頑張って頑張れ、おやすみ、はいはい、まあ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 、じゃあこのターンルナティックは 2DM で振っていきます。されど 2DM9 なんですよね。なるほど。ダイアクトを 2DM9。 あ、失敗した。おお。じゃああなたがシュッと気配を消したのに、まあやはり先ほど逆に血がまき散ったんで血の匂いに酔ってるんでしょうかね。あ、はい、なるほど。相手はあなたの場所がわからないようです。では3ラウンド目、共鳴判定。はい、同じですね。同じです。そう、前完全一、どうぞ。はい、では共鳴値がだんだん上がってきます。どうしますか。そうね、呼んでしょう。でこの姉を振る時のダイスが、専門知識生物学。はい、現在は 2DM8 ですね。うん、はい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 、はい、なるほど。残響効果ハーモニーを使いたいです。はい、では残響効果ハーモニーを使う前にディーラーから連絡ございます。はい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 、あなたは今残響の記録を使うとしますよね。はい、残響の記録って何したらもらえるもんでしたっけ。シナリオクリア。はい、シナリオクリアしたですよね。はい、それつまり物語をクリアしたらとも取れますよね。そうですね。あなたさっきまで地獄から残党の中にいましたよね。はいはいはい、はい、そこから出てきましたよね。そうですね。それってつまり大悪党地獄から残党としての物語を終えているとは言えませんか。なるほど。ということでこちらが本シナリオの真骨頂。あなたはすでに残響大悪党地獄から残党を持っています。熱い。つまり現在2個持っています、あなた残響を。なるほどね。その上で改めて聞かせてください。はい、残響何個使いますか。なるほど、そうだね。そうか、なるほど。そうな、いやもうここはかっこよくない、2個使いましょう。おー、かっけー。では
残響、さよならエデン、そして残響、ダイアフト、内容から残と2つを使い、何の効果をいたしますか？ハーモニーを使います。では少々お待ちください。せっかくなんでね、ちょっとダイス自体をね、ちょっとチャパレに追加したいと思います。少々お待ちください。せっかくなんでね、では合計2たす4たす4で10ですね。10。ではチャットパレット上から4つ目をご覧ください。追加しておきました。おお、すごい。それでは事前に宣言しておきます、はいはい、ファーストマン人員を使用しますか？使用します。では一度きりのチャンスです。では改めまして、たった一度きりのチャンス、ロールプレイを入れても構いません、あるいはもう無言で振っても構いません。どちらにせよあなたの覚悟が決まったらどうぞ。必ず助けると言っただろう。あぶねえ、危ない危ない、ちょっと10個打ってこれはやばい。これ2つやっといてよかったっすね、これで。いや本当に、いやだからこそ感動的です。あなたはか細い糸を掴むような、針に糸を通すような、そんな刹那の奇跡をその手で掴む。あなたが彼に突き立てた針は彼に人であることを思い出させる。もうそこには2匹の獣人はおらず、一人の獣人と一人の人間が立っているだけだった。あなたは奇跡を成し得た。戦闘終了、あなたの完全勝利です。やったー、危なかった。危ない、本当になんか一瞬目を疑ったよ。あれ危なかった。ではあ、いたたたたた、あれ、あれ、私は完全に飲まれたと思ったんだが、大丈夫か？おおおお、ああ誰かわからないか。お主の中に入ってたトトじゃん。その見た目にトトという名前、君か、ライオントト研究者の。そう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 。君か、君に私は助けられたのか。おお、なんか随分違うな。いや、今のは少しハイになっていた。大丈夫か、ね、どこも痛いとこは、うん、それはないよ、君のおかげだろ、うん、ありがとう。そうか、私はね、一時君を恨んだことがあった。何も知らなかった時だ。君が獣人化の研究を行っていると聞いて、勝手に君に怒って勝手に君を恨んだ。だがやはり知らないというのは罪だな。君は何も悪くない、それどころかとばっちりだ。なあライオン先生、うん、助けてくれて、いや私を人にしてくれてありがとう。なんだかどうなのな、なんか難しい
感じだな、わし的にはだろうね。君的には恨まれた相手を助けたわけになるしね。そうだな、だしわしは住人になりたくて、お主は人に戻りたくて戻れて。そうだ ね、 全く我々は真反対だ、うん、そうだな。だからこそだよ、だからこそ私は君にお礼を言いたいんだ。本当に本当にもう人を殺さなくて済む。あなたの目の前でその男性はまるで子供のように泣きじゃくる。あなたはそれを黙って見るほかなかったかもしれないし、あるいは慰めることもできたかもしれない。今ここに歴史の一幕が1ページが刻まれた。さてこれよりエンディングに向かいたいと思いますが、はいはい、よろしいでしょうか。大丈夫です。それでは、少々お待ちください。こうして事件は幕を閉じた。その後ザントは、彼は警察に連れて行かれた。だが彼が獣人化していたという証拠は、まあ鑑識などが確認しても証拠としては残っておらず、まあ当然だ、彼は獣人化研究をされていたわけではあるが怪異であったから証拠として残るはずはない。故に彼は残念ながら、まあ残念ながらというのはあくまで彼本人の、意見ではあるが、釈放されてしまった。無事に彼はこれから先どうやって自分の罪を償いながら生きていくかということを悩みながら生きていくことになるだろう。だがそれでもあなたは彼の背中を黙って押してやるほかないだろう。なぜならこれからの彼の人生を歩むのは彼自身なのだから。もう彼は誰かや何かや自分自身の心に縛られた、そんな人生のレールを歩む必要はないのだから。さてあれからしばらくして、あなたはきっと再び東京スカイツリーに訪れるだろう。数日後か数ヶ月後か数年後か、それによって東京スカイツリーが見せる顔は様々だ。数日後であればきっとまだ痛々しい事件の傷跡を残しているだろうし、数ヶ月後であれば修繕中、数年も経てばきっとあの事件なんて思い起こせないような綺麗さっぱり元通りになっているだろう。だがそれでもあなたはここに来るたび思い出してしまうのだ。あの事件のことを、あなたが直面した命題を、十字架研究、その歴史の1ページに刻まれたあなただけが知っているとある物語を。さてこの物語の最後にあなたは何と言っておりますか。最後のロールプレイをご自由にどうぞ。なるほどな、獣人になるのもよしよしがあるのか。ここら辺もちゃんと研究していかないとな。よし今日も研究じゃ。あなたはそう言ってきっと研究所へ、あるいはあなたのラボへ向かうことでしょう。科学の研究がもたらすのは必ずしも幸福というわけではない、かといって絶対的な不幸というわけでもない。拳銃をどのように扱うか、刃物をどのように扱うか、研究をどのように扱うか、それは人類それぞれに課された確かな命題なのだから。こうして事件は幕を閉じる。取り調べ調書に綴られた内容には多くの懐疑的なものが含まれたが、事件を証明する物証は何一つ残っておらず、信憑性に欠けた記録のみが綴られ残された。私と君が見ている景色が一緒なんてことがあるだろうか、真実が必ず一つだけなんてことがあるだろうか。それでもそれでも私はこのような人生を歩んだとしても君の研究の後押しをしたい。きっと君なら、君が培ったその研究は必ず人々を笑顔にさせると、そんな予感があるだ。なんでだろうね、君の人となりかもしれないね。この物語はフィクションです。
劇中の人物、事件、真実が一つとは限りません。これにてエモクラ TRPG 大悪党ジオカラさんとセッション終了です。本日はお疲れ様でございました。ありがとうございました。お疲れ様じゃ、ありがとうね。お疲れ様でした。いかがでございましたか。いや楽しかったよ。あーもうそう思ってるけど、よかったです本当に。あーよかった、マジ緊張した本当に。あーよかった、ハラハラした。あーよかった、もうそちらもハラハラしたでしょうねそちらもハラハラしたでしょうね本当にね。いやお疲れ様でございました。というところで問題です。停電、はいはい。このシナリオなんか違和感感じませんでした。違和感、はい、なんかおかしくねって思いませんでした。じゃあネタバラシなんですが、はいはい、このシナリオちょっと私アレンジを加えております。なるほど、はい。こちらのシナリオですね、まあ、島戸龍さんという方が書かれたシナリオなんですけども、はいはいはい、大悪党ジオカハラザントってやつがいて、はいはい、そいつの中に入っちゃって事件がごたごたあった後に全部解決してハッピーってっていう点以外全部ディーラーが考えていいというシナリオなんですね。じゃあこの従順だっていうやつとかは、はい、今回の内容全部オリジナルでーす。わー、そうなの。トトさんからケラシが送られてきた段階で書いてます。はいはい、全然従順出てこない時もあります。はい、なるほどね。なんかどうも、はい、なんか合うなって、はい、こんな合うことあるんだって思って。ファーストワンジーンとか初めて出しました。はい。もう、はい、そういうもん。そういうもんなんです、実は。なるほどね。なんか内容によっては、今回どっちかっていうと何でしょうね。はいはいはい、サイエンスフィクションというか、SF っぽい感じになりましたけども、全然もうなんか魔法とか妖怪とか関わる時もあれば、逆になんかそういうのかからない、もう完全クライマーアクションの時もありますし、オーダー、はい、人によってもオーダーメイドさんですよ。オーダーメイドさんですよ完全に、はい、なるほどね。なんで今回63回目って言ったじゃないですか。はいはいはい、はい、全部内容違います今まで。なるほどね、はい、全部違います。あ、はい、なんで今回はちょっとこんな感じでやってみたんですね。はいはいはい、いや終わったらね、こんなマッチングするこあるんだねみたいな話をしようとしてたらはい、マッチングさせてるんですね。はい、なるほど、ね、ということでちょっと私毎回裏設定書いてきてるので、ちょっと裏設定読ませてくださいということで、はいはいはい、はい、シナリオ占い用ケース63、ジョーカラさんとは大悪党である。彼はそうならざるを得なかった。そんな言葉すら慰めにならないかもしれないが、彼は十字架研究実験の被験者、被害者である。ただの人間だった彼はある日極秘実験の被験者を求めていた暗部組織に誘拐され、あらゆる身分を死人に変えられた上で十字架実験を受けさせられてしまう。それはくしくも共鳴者が開発したものの参考、かっこ実はこれ漏洩したわけではなく共鳴者とのとばっちりですにし、はいはい、重要な要素をあるもので補い、組織が我流で実行したものだった。怪人狼の遺伝因子、それがあるものです。組織は獣人化と掛け合わせて強力な生物兵器を作り出せるのではと思いついたのだ。そしてそれは最悪の結果を生み出す。狂気に落ちた人狼、文字通りの怪物。彼は与えられた異能を持って組織を壊滅し、そして全てを終わらせた。だが人狼によって掛け合われた彼の存在はさらなる血を求めていた。このままでは己は幾百幾千の人々を餌食にしてしまう。そそった彼は、一路の望みをかけてとある噂にすがりつく。大悪党と名乗る男が仕掛けたスカイツリーのテロにはとある洗脳装置が使われるのという。それを使えば血を欲する自分の意思も書き換えられるのではないか。そして彼はスカイツリーを訪れ大悪党を殺し、突如体を奪われる。名前も存在も奪われた彼はとっさに地獄ヶ原ザントと名乗ったのだったという感じですね。なるほど。はい、ちなみにこの文も情報にあった文章も事前情報あったじゃないですか、はい、事前調査情報、はいはいはい、あれ以外全部オリジナルです。私は書いてます全部はい、全部私は書いてます。調査情報じゃなくて事前調査情報以外のハウリングのやつとか、はい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 、はい、あとは技能振った後の情報も全部あれアドリブですね。あ、そうなんですね、はい、このシナリオ、まあ、本当は台本書いた方がいいんですけど、基本的にどうプレイヤー動くかも分かんないので。なるほど、台本なしでやってるんですよ基本的に私は、はい、なんですね。だから結構アドリブが多いんですね。
はい、だからセリフとかも全部アドリブですしね。という感じになっております。なるほど、はい、まあ、この物語、このシナリオのテーマとして回したいやつに回したいシナリオを回すっていうのがテーマなので、うん、はいはいはい、今回は送られてきたトトさんのキャラシ見て、あ、じゃあまあちょっと、なんだろう、ちょっと重めの話にしようと思って、はい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 、はい、おじいちゃんキャラだったら重めの話もちょっとマイルドになるだろうというふうに思い、あ、なるほど、で最後にやっぱ最終決戦にその人の特筆すべき技能を使ってほしいので、うん、俺としては、あー、なるほど、なんで、あ、ラストに生物学やってもらおうと思って、あー、でこれはアドリブだったんですけど、生物学一回振らすじゃないですか、最終決戦前に、はいはいはい、はい、なんかすげえ言いづらい内容の情報できたじゃないですか、はい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 、あれで一回生物学で嫌な思い出与えといて、その後にカタルシスでやったらいいやって思ってやったんですね。あ、はい、なるほど、だからすげえ言いづれ内容言わせたんですね、あれね、はい、まあ、彼を絶望させたのに使ってしまった生物学で最後彼を救うという、はいはいはい、これは今たまたま思いついただけだったんですけど、そういう風になっておりましたはい、というのがこの大悪と上野さんとの今回の話の内容です。なるほど、え、この共鳴感情とかも、はい、全部あれってことで、ね、わざとです。ああ、なるほどね、はい、全部わざとで絶対完全一致するようにしてます。ああ、なるほど、はい、で一応これは今回あれですね、ファーストマンジーンもでしたけど、一応ザント自身の共鳴感情にもなってます。はいはいはい、はい、基本的には大悪党と共鳴するんで、ああ、なるほど、はい、って感じなんですね。で今回はザントを救う物語でしたけど、もう本当に人によっては全然内容まちまちで、はいはい、もう本当にただただ悪いザントをボコボコにするだけのシナリオもあれば、ザントと協力してさらなる悪に立ち向かうとかもあったりしますね。はい、でも様々です。なるほど、はい、今回この獣人使ったのは久しぶりですね。はい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 、はい、でもちろんこれ以外にも人間差分もおじいさん以外にもありますし、なんなら女の子の差分もあります。あ、はい、そうなんだ。もう立ち合い差分40枚ぐらいあるんでね、はい、ザントさんの、ザントさんの、そう、ザントさんの立ち合いが40枚ぐらいあるので、マジで本当に人によって変えられるんですね。なるほど、はい、なんならラスボスといいますか、はいはい、背景にね性能装置あったじゃないですか、はい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 、あの辺も結構自由にできて、ちょっとまあちょっとその辺また説明させてほしいんですが、はいはいはい、まずこれかな、これ、うんうん、これケース60さん、これ獅子のトトさんですね、はいはいはい、これはあなたのためだけのシナリオですよって意味です。ああ、なるほどね、はい、でスカイツリーも場合によって普通に爆破するときもありますし、炎上したり大炎上したりするときもありますはい、で最後スカイツリーの展望回路で、今回は全人類洗脳装置でしたけど、はいはいはい、場合によっては大いなるものだったり、超高性能爆弾だったり、悪趣味な次元爆弾だったり、名付けられざるもの生ける炎と、結構なんでもあれなんですよね。なるほどね、はい、結構なんでもあれです。なんならこういう風にザントがラスボスとかありますね、男ザントで、はい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 、っていうのがあったりします。というのがこのシナリオの魅力なんですね、なるほど、ね、はい、だから私何回も回しても飽きないんですよ、はいはいはい、来るように回しておりますので、はい、というのが今回のまあネタバレですね、はい、ネタバレでございました。ということで改めまして感想を聞いていきたいんですけども、トトさん本日いかがでございましたか。いやもうね、こんなマッチマッチすることあるなとかと思ってね、やってたな、なるほどねって最後にそうね、いやもう死にそうってずっと思ってたもうこれはもう終わったってこのシナリオそう面白いのが、いつだと基本的に、うん、なんで大悪党の中に入っちゃったかっていう理由は基本的にたまたまで済まされちゃうんですよ。もちろんシナリオによって、確か前回もそうだったかな、シナリオによってはもちろん理由つけるときもあるんですけど、基本的にたまたまで済まされるんですよ。あ、そうなんだ。ただたまたまだから出る方法がないから、どうやって出んの、逸脱するしかないんですよね。なるほど、はい、というふうなあれなんですよね、
あとあのエレベーターの中ちょっと気になってたけど、はい、もうあの後がないからもうダメだと思ってね、うんうん、行くしかないと思って無視したそうなんですよね。あそこのエレベーターね調べるとね、あのエレベーターから下に行けるんですけど、はいはいはい、下に行ってはならないっていうふうなんですよね。はい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 、はい、なんでかっていうと下に降りちゃうとあのもうあの地上に行けちゃうんですけど、ただあの肉体があるのは 350m のところなんで、あの離れすぎると本当に魂が離れて死んじゃうんですよね。ああなるほど、ね、だから離れんなっていう風にアナウンスされただけです。はいはいはい、はい、だから実はあの探索の箇所って全部トラップなんですよ。なの全部共鳴判定くらくらただ共鳴判定くらわないと最終的に抜け出せないし、しかも大悪党の内面を知れないんで。なるほど。だからこのシナリオってトラップ探してじゃなくて、あのトラップ全部ぶち破っていくシナリオなんですよ。あ、全トラップに引っかかんないといけないシナリオなんですね、できる限り。なるほどね、はい、大悪党技能もトラップじゃないですか、あんな。はいはいはい、だからもうトラップに引っかかって引っかかってもうね、もう引っかかりながら進んでいくシナリオなんですねなるほどね、ハードル層全部倒していくようなもんですガタン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 って言って、そう思うね、はい、次どこ調べようってなってそうだから私全員言ったんですよ、このシナリオ初心者向けじゃないって。なるほど。そう、初心者にこれ回しちゃうと、あ、逸脱ってしていいんだって思っちゃうから、あ、私初心者にこのシナリオ回した後はもう絶対逸脱だ、これだけだからって言ってます本当にこれだけだから、逸脱したら死ぬから基本って言ってますねはい、なるほど。あとあの異様に緊張してた理由は、あのこれって自作シナリオ回してるのと同じなんで、あの初対面で自作シナリオ回してるのと同じなんですよ。ああなるほど、ね、だから緊張するんですよ。だからだから緊張するんですよもう余計にない。そうそうそう、なのに誘っちゃうっていうね、怖いよねっていう。いやとても楽しかったはい、もうそういったわけではもうこちらとしては幸いでございますよ本当に。いや本当にありがとうございます。お疲れ様でございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、ということで、本日はこの辺で終わっていきましょうということで、はい、本日はこれにてエモクロア TRPG 大悪党ジオクラさんと KS63 終了でございます。本日はお疲れ様でございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。バイバーイ。